はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで ISI さんですね。ISI さん。はい、夏のポップ戦を一つでございます。発送は明日の扱いになりますので、お受け取りよろしくお願いします。まあ、着は最短で明後日となります。はい。パカ。お！結構チケット、3枚目か。あ、バックステージが出たからか。いいですね。ヒュージャックマン？これ何これ？ショーだ。あー、ミュージックショー。へぇー。あー、いいっすね、これね。あ、まあ、チケットトゥーザショーだから、まあ、音楽関係じゃないといけないっていうわけでもない。ね。おー。いいっすね。へぇー。めちゃめちゃいいっすね。このね、なかなか手に入んないですもんね。はい。じゃあちょっと。あ、出るわ。はい。出ました。はい。初めて見たな。ルージー・フレッチャーさんですね。オレンジのサークルっぽいですけど、オレンジはちょっと少なめだと思います。で、下行きます。はい。エレクトラさん。すごい洋服をね、召してますね。はい、素敵でございます。あ、ワンバンドやっぱオレンジ、結構ワンバン率高いですね。うん、はい、うん。で、これもエレクトラさん、ブラックですね。はい、じゃあしていきます。せーの。お、デュエルだ。お、チャーリー・シーンとジョンさんだ。おー、12尻です。はい、ね。で、チャーリー・シンさんとのデュアルですね。うん、おー。ジョン様久しぶり見たな。うん。はい。お、ワンバウンド！おー！あれ？青のウェーブでワンバウンドなんだ。全部ワンファンの方かもしれない。っていうか、ワンファンめっちゃ出るな、これ。っていう。今日なんか、2ケースいってないよな、PB。合計で。ワンファンなんか5、6枚ぐらい出てますね。っていうか、この箱2枚ワンファンですかね。ねえ。すごいですね。おー。いいですね。はい。ということで。いや、ヒュージャックマンのこのチケットもかなりいいですけどね。うん、いや、面白いですね。ポップ戦はこういうのがあるので、面白いんです。はい。ということでね、カード出ないように、クリスタルパックに入れてきました。じゃあ、明日の発送の扱いになりますので、お受け取りよろしくお願いします。またチャレンジ。ありがとうございました。